やまびこな日常。火星の人口は87億人。こっちは23億人。年々減ってます。私たちは取り残されていくばかり。こればっかりは体質の問題ですものね。でもそのうち地球って誰もいなくなるんでしょ。200年後とか言われてます。火星はもう戦前の地球くらい発展してる。都会の都会。いいですよね。こちらは廃れてゆくばかり。まあ野山は両親とも無効済みだからな。納得。はあ、ゆうきは寂しいね。え？彼氏があっち行っちゃう。彼氏じゃねえよ。出発まであと1ヶ月でしょ。まだ告ってなかったの。え？いいだろ別に。告れ。そうすれば引き止められるかも。告らねえよ。時々あいつは寂しそうに空を見るんだ。6歳以来2回しか両親に会ってないらしいんだ。それを引き止めるようなかわいそうなことできるかよ。それに私は今の自分に素直な山彦が好きなんだ。恋愛とか意識させたら山彦が変わっちまうかもしれない。あれが変わるとは思えないけどね。優しいんだよ山彦は。私の気持ちを知ったら山彦は気を使って、もう今みたいに私に接してくれない。私は最後まで今の関係のままでいたいんだよ。おお、このでかいのが時速200キロ以上で走っていたなんて信じられんな。うははは。は約2時間で本州を一直線行ったり来たりしてたんだって。へえ。対して私たちは寄り道寄り道2時間かけて日々歩いて学校から家へ帰る。悪くないね。ハリタヌキだ。かわいい。いやかわいいけどもこれは針が痛い。触れないから下ろせないし、シートベルトで動けない。わわわわ、かわいいがかわいい。リニアはハリタヌキの巣になったと。線路が浮いてる。登れるかな。柵ついてるし登れんじゃね。おお、意外に見渡せる。今度は盆地の真ん中から。どの建物も人が作ったんだね。人はすごい。環境を好きに変えてしまう。その手を地球から火星へも伸ばす罪深さよ。やまびこ、これやる。お守りありがとう。でもなぜ急に。やまびこ小学生の頃よく寂しくて泣いてたよな。なぜ急に。そのお守りは私とお揃い。私からの見送り品だ。まあ火星に行ってもたまにはそれ見て私のことを思い出してくれってことだ。おっと。僕火星に行かないよ。言ってなかったっけ。なんでせっかく両親に会えるのにこっちに残る理由なんて。理由ね。まあいろいろ考えたんだ。火星に行けるってなってから3ヶ月。最初は嬉しかったんだ。でもだんだん寂しいなって、離れたくないなって。あ、僕好きなんだ結城さんのこと。確かに一人で寂しがってた。でも小2の時近所に結城さんが引っ越してきて一緒に帰るようになって、それからは全然寂しくなかった。壊れかけてるけど
あちこちたくさん歩いて、僕はとてもここを捨てる気にはなれないんだ。大好きな友達の結城さんと、僕はもっとあちこち歩き回りたいんだ。え？え？友達？うん、友達。え、だよね。誰もが火星へ行きたいというのに地球のがいいとは。ああ。まったく、山彦らしい。ごめんよ。みんな良かったねって言ってくるから、言い出しにくくて気づけば忘れてた。でも両親はいいのか？うん。会いたいけど、お父さんもお母さんも好きな方を選びなさいって言ってくれたし。それなら地球に来る頻度を増やしてくれるって言ってくれた。そっか。僕はまだまだ歩き尽くすよ。なあ、火星行かないならお守り返さ。やまびこもお揃いとかさ、はずいだろ。やだ。火星行かない？うん。だからさ、これからもやまびこと帰るわ。じゃあな。引き止めたくないとか言ってたのに、嬉しそうじゃん。レッツラゴー。私には好きな人がいる。この日々はまだまだ変わりそうにない。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしくね。